2014年ソチオリンピックのスイス選手団は、2014年2月7日から23日まで、ロシアのソチで開催された2014年ソチオリンピックのスイス選手団、およびその競技結果、当期五輪では、史上最多となる163名の選手が選ばれた。開会式の旗手は、スキージャンプの金メダリストで4度目のオリンピックとなる、シモン・アマンが務めた。下記の21名が、 スイスのオリンピック選考委員会によって代表に選出された。2012年と2013年の世界選手権における成績に基づいて、スイスには男子5名、女子4名の出場枠が与えられた。2014年1月20日時点の世界ランキングを元にして、下記の13名が選出された。印がドライバー印がドライバー2012年と2013年の カーリング選手権における成績に基づいて各5名からなる男子チームと女子チームの出場が決定した。5回戦終了時点に4回戦終了時点4つの種目に24名の代表が出場する。2014年1月22日、スイスのオリンピック委員会はエアリアルの代表5名を選出した。トマス・ランベルト・トレナート・ウルリッヒは これで3回連続の冬季五輪出場となった。1月23日には新種目であるスロープスタイル団体の6選手が発表された。スキークロス団体の7選手は1月27日に選出された。バンクーバーオリンピックの金メダリスト、ミハエル・シュミットと2013年の世界チャンピオン、ファニー・スミスには連覇がかかる。 新種目のハーフパイプ団体には6選手が内定した。男子チームは2012年の世界選手権後の E ハフ世界ランキングで9位以内に入ったため出場が内定した女子チームも2012年の世界選手権後の E ハフ世界ランキングで5位以内に入ったため出場が内定した。リュージュでスイスは男女各1名の出場枠を得た。 新種目のパラレル回転とスロープスタイルを含む5種目に24名が出場する。これは参加国の中ではカナダ及びアメリカ合衆国と並んで最大の代表チームである。過去に2度オリンピックチャンピオンとなったフィリップショッフォにとっては3度目のオリンピックで、その兄で鳥のオリンピック銀メダリストのシモンショッフォは4回連続の五輪出場となる。 ナデやプルチェルト判例、9回決勝進出 QS 準決勝、進出判例、9回決勝進出 QS 準決勝進出。ありがとうございます。